アンドルゼは、フランス、ペードラ・ロワール地域圏、メーヌイコール・エイコール・ロワール圏のかつて存在した、コミューン。モージュ地方にあるアンジューのコミューンである。アンドルゼは、ボープレオの南東、サンフルアンモート・ジャレの間を通る、県道246号線の途上にある。コミューン内には、モリニエールという森林公園があり、ブーブロン川という小さな川が流れている。アンドルゼは、地理的に、 歴史的なバンデの様々な地方からの道が交差する場所に位置している。レゼルビエのおよそ 40km 東、サンフロランイコールルイコールビエーユの南西およそ 30km、ブルターニュのクリソンの南東およそ 30km の距離である。コミューンはバンデ戦争の時に特に活動的であった。1794年、今や廃墟となってしまっているシャトーデゼーは、 フランス共和国軍に攻撃されている。第一次世界大戦では、アンドルゼ出身の男性59人が戦死した。2014年、サントルモージュ自治体官連合に属するコミューンすべてが合併して、コミューンルーベルとなる計画が持ち上がった。2015年7月2日、自治体官連合内のすべてのコミューンは、2015年12月15日に、コミューンルーベル。 防犯網となることを可決した。ソースイコール1999年まで、LDH, イヘス、カジニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。